ナイトプールオープン。スタイルの夏はいやこれ最高ですね。ここがですね7月7日オープンですよね、はい、七夕じゃないですか、明後日、うん、まさに流れ星の日ということでね、本当感慨深いんですけど、意外にあの七夕の仕事をいただいたの初めてなんですよ。なんか毎年七夕の日、あの中英がツイッターとかで七夕の日なのにあの全然仕事来ないですみたいなことをつぶやいたりしてたので、ねうん、本当嬉しいです ね、そうですね。今回こうやってお仕事いただけたのはついに来たということで、まいさんは1年目も2年目もゲストとしてお越しいただいておりますが、はい、今年のナイトプールの空間とか雰囲気いかがですか、はい、印象。毎年かなりバージョンアップしてる気がしてて、うんうん、確かにかなりもう浮き輪の数もあの去年もすごく可愛いのいっぱいあったんですけど、うんうんうん、さらに可愛くなっているのと、うん、あとこのピンクディスコの、うん、あの社名ポイント、うん、ところが、うん、さらにめちゃめちゃピカピカしてて映えそうです。そうですね、初めて来たんですけど、あのなんかあこんなに可愛いのかって、プライベートで水着着たことなくて一度も、一度もなくて、中学生で最後ですね来たの。あ、学校のスクール水着、学校のスクール水着が一番最後なんで、これを機になんか今日可愛い水着着てる可愛い女の子たちいっぱいいるんで、うん、ちょっと刺激されて私も可愛い水着着て、こんな可愛いナイトプールデビューしたいなと思いました、ね、ピンクって女の子一番可愛く見せる色だと思うので、うん、本当にフォトジェニックスポットが集まってるし、こう何よりやっぱ私夜の東京タワーがすごく好きなんですけど、これをバックにっていうのが本当にさすがだなと思って、キャンキャン、うん、やっぱりもう日本で一番可愛い写真とか写真が撮れるところだと思います。でもこんなに東京タワーがバックで撮れるプールなんて多分他にないと思うので、それが一番の魅力なのかなと思います。